はい、大地です。ということで、1週間早いですね。えっ、ー、と、2回目になると思うんですけども、えー、今週のマイクロソフト365に関する、僕のブログなどなどの、いろいろダイジェストで紹介できたらと思います。って言ってもですね、先週に引き続き、今週もちょっとブログはサボってしまって、 少ないんで、すよね、はい、画面切り替えますでまずは1個目、SharePoint のクイック編集時のビューの切り替えメニュー内の怪しい日本語が解消されたっていうことで、これ何を言ってるかっていうとシェアポイント、SharePoint、はい、SharePoint のカスタムリストなどなど ここにクイック編集があると思うんですけどこのクイック編集になる前のただのビューだとここのアイテムアイテムじゃないえここのビューについてはえ特に自分が定義したビューの他にまあこういうビューが並んでるんですけどクイック編集をするとはいここをクリックするとこここの2つがクイック編集用の まあこの高さをの設定をするっていうメニューなんですけどもデフォルトがこの高さを自動フィットっていうことで一個一個のアイテムの高さが自動でフィットするまあ大体この複数行テキストの開行とか行数にこうつられる形で大きくなったりしてますねこれを例えば高さを固定っていうふうにするとピッとコンパクトにこうなって まあ一覧性がアップする。より一画面に多くのコンテンツが、あ、コンテンツ、えー、多くのアイテムが表示できるっていう感じですね。ここに関しては、なぜかここだけ、ちょっと倍になってるんですけどね、ちょっとよくわかりませんと。っていうところの、ここですね。今は、もう問題が解消されてるので、高さを固定、高さを自動フィットっていうふうになってるんですけども、もともとの記事に昔の、 スクリーンショットを貼り付けていますでこれを見ると、そう、固定高さ、自動フィット高さって言って、多分まあ英単語を自動翻訳するとなんか変な風になっちゃったっていうような感じだと思うんですけど、まあ違和感ありますよねっていう話ですね。ただこれだけの話です。でただ、何が言いたいかっていうと、この違和感を覚えた時に、そのままほったらかして、なんだまたマイクロソフト変な翻訳しやがってじゃなくてですね、 ユーザーが能動的に動けるんですね。それがこの日本語フィードバックサイトっていうところでして、実際にこれは僕がやり取りしたところなんですけども、このように、ここの日本語フィードビューー、<laughs> ードあれフィードバックサイト、はい。フィードバックサイトのところで、ちょっとここの日本語、 おかしいと思いますよっていうふうにするともうすぐ対応をこうしてくれてはい降りましたよっていう感じですねただそこから反映にちょっと時間がかかったのでっていうところもあるんですけども結果的にこのようにきれいな日本語に変わりましたっていうところですねはいなのでこのブログでの記事で言いたかったことは 変わったっていうところもそうなんですけどえこのようにもう本当企業の1ユーザーの人でもああやって投稿することによって対応してくれる時は対応してくれるしかも結構スピード速いかったりするのでぜひどん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 自発的にこういいところはあいいとこじゃない変だなって思ったところはえ直してもらうように。 やってもいいのかなと思って紹介させていただきましたと。次。マイクロソフトチームズ会議の画面共有時の共有トレイのシステムオーディオを含めますという表記が変わったとっいうところですね。ここに関してはそうです、昔はこの画面共有をしようとすると、これちっちゃいかあ。見えますね。 おしこの画面共有のトレイを共有トレイをクリックすると下からファンって出てきてでその中の左上のところにこうシステムオーディオを含めますっていうのがあって、えー、ここに書いてあるんですねこうチェックボックスだったんですねでこれが何の意味があるかっていうと基本的に画面共有したり、えー、っとファイルドキュメントを共有したりとかする時って、まあ、特に 画面共有をした時って画面だけ共有してるけど音は共有されないんですねなのでその状態の時にメールの通知音がピコンってなったとしてもそれは共有はされてないですねなので逆を言うと例えば YouTube の動画とか自分の PC 内で持ってる動画ファイルを再生した時に 画面の向こうの会議の参加者の人は映像はシェアされてんだけど音声はシェアされてないっていうようなところになってたなるんです、ね、でこれをシステムオーディオを含みますっていうところにチェックをすることによってそのパソコンのところ中で鳴る音に関しても共有されるっていうのがこれになります。 でこれが何、えー、か変わったよっていうところなんですけども実際にこう見てみるとはい今ちょっと適当に会議に会議を作って入りますとはいで新しい会議エクスペリエンスなので 今度共有トレイは右上にありますこれをピッてクリックするとこう下に出てきたこの中のここですねこの文言が変わりましたよと先ほどはシステムオーディオを含めますこれが元々だったんですけどもそれが音声を含めるっていうふうになってまたチェックボックスだったんだけどトグルのスイッチにこう変わってるような。 そういういい感じになってきてきま,まあただそれだけのことじゃあそれだけのことなんですけどもよいしょもともとがシステムオーディオを含めますっていうことでこのシステムオーディオっていう言葉で自分のパソコンの中の音が音だっていうふうに連想できてたかどうかっていうとどうだかは知らないですけどさらにそれが 音声を含めるっていう風になった時に Teams もともと使ってる人だったらまあいいですよねあなんか名前変わったなっていうだけなので、えー、PC の音が再生されるされないのボタンかなって分かるんですけどまああんまり慣れてない人が初めて使う時になんだこれって見た時に音声を含めるってなるとどうしてもこのマイクの声だと思っちゃうと思うんですねそういういに あなるほどと画面共有するときは何もしないで画面共有するとマイクの音すら共有されないのかなって思っちゃったりとかするかもしれないですとであこれをオフオンにしなきゃっつってオンにして結局画面共有するとメールの通知音とかがピコンピコーンってなったりとかするっていうのが全部シェアされちゃうっていうようなこともあると思うので、えー、今慣れてる人 ともかく今後のことを考えるとここの説明を周囲の人とかオンライン会議した時に共有画面共有した時に PC の通知音が鳴ってるとかっていうのがあったらちょっとアドバイスしてあげてもいいのかなと思います。あとちなみにここを含めるにしなくてもこうオンライン会議してる時にどっからか誰かのマイクが拾って メールの通知音が聞こえることって結構あると思うんですけどあれはここ関係ないですからねおそらくなんですけどノートパソコンでノートパソコンのスピーカーとあとマイクを使ってオンライン会議に参加してる人なんじゃないかなと思いますそうすると自分のパソコンのスピーカーからなったメールの通知音をそのまま自分のマイクで拾っちゃって ちょっと荒いけど音がこう聞こえちゃうっていうことも結構あってえ僕もまたピコンピコン言ってんなーっていうのがあると思うんですけどまあそういうのなくすためにもやっぱりイヤホンとマイクとかヘッドホンとマイクとかっていうふうにえ使うとオンライン会議にえーよりよくこう参加できるんじゃないかなと思いますとちょっと話が脱線しちゃったんですけどまあ このシステムオーディオを含めますっていう表記が変わりましたよっていうところのお話でした。次。テキストウェブパーツにハイパーリンクを追加する方法に少し変化があったということで、えっと、実際に。 これテキストウェブパーツなんですけどもここマウスこうカーソルを当てるとウェブパーツの左上に編集バーみたいなのが出てきてハイパーリンクの挿入方法ってここのこのハイパーリンクっていうボタンをピッて押してでそこに URL と表示するテキストを入れるとかまたはこのサイト内の ページにリンクを貼っったりととかっていうことがこうここができます例えばこのサイト内のページにリンクを貼るってやるとこうやって勝手にリンクができるような、えー、そういう感じになってきてます。で今までもこれは、えー、できていたことなんですけどもいつ新しく新しくなったっていうか追加されたのか知らないんですけど ここの点々点をクリックしてこの中見るとこのハイパーリンクっていうところにこの説明がこうあってこれ前なかったんですよねこれがついててえっとこの半角のカッコを2つ入力するとハイパーリンクを追加することができるつまりマウスでポチポチやんなくてもキーボードのところで操作ができると実際こうやってみるとカッコカッコってやるとこうやって 出てくるんですね先ほどのシェアポイントのこのサイトの中のニュースが、えー、このように、えー、と選択できるようになってます。クリックするとこうやってさっきと同じようにリンクが追加されます。なのであのキーボードから手を離さなくてもハイパーリンクができますよっていうのがこれですね。で、えー、ただ今は このサイト内のページとかニュースのリンクの仕方なんだけどじゃなくて例えば外部サイトにリンクを貼りたいっていう場合もありますそういう場合はカッコカッコってやってからこうやって URL を直打ちして でカッコ閉じるを2回やってエンターを押すそうするとリンクに変わりますよっていう感じですねでただえ、えっと、URL もろ出しになるので、えー、表示名だけは変えたいっていう場合はどうするかでここに一応説明文に書いてあるんだけどこれがそのまた日本語がおかしくて多分あのさっき説明した 日本語フィードバックサイトで、えー、また何か投稿しようかなと思ってるんですけどなんかちょっとおかしいんですよでえー、っと、はい、この記事の中で紹介してんですけど言語を英語にしたんですねでそうするとこういう表記に、えー、あこういう記載がされていましたでこの記載の通りだとえー、っと そう、ユアリンクネームをつけたい場合は、カッコカッコでユアリンクネームで、あのそのなんかこのこれ、えー、バーティカルバーっていうの、パイプラインっていうのをやってから URL をしてカッコ閉じ閉じするといいですよって書かれていました。なので実際やってみると、カッコカッコで表示名ですね。はい、で、えー、っと、あった、バーティカルバー。 して URL。あ、で失敗し、あんまりいいか。おっと失敗しましたね。やっぱりコピペじゃダメなんだな。よいしょ。ちょっとお待ちください。はい。こうやると、リンクが作れるけど、表示名は、えっ、ー、と、 このバーティカルバーの前の部分がこうやって表示されますと。っていうふうなことで、やっぱりキーボードから離れずにリンクが作れるって感じになってます。で、今見てて、んって思ったのが、ここの下の部分ですね。えなぜか、表示名を入れて、この方法でリンクを作ると、テキストウェイパーツの下に、 そのリンクがリンクウェブパーツとして貼られるんですね。なかなか謎の仕様なんですけども、えー、っと、ま、あありっちゃ、ありなのかなうん。<laughs> いらなかったら削除してくださいっていう感じですね。で、えー、っと、よいしょ。一旦下書きとして保存って、こうやってやった場合に、例えば、 この下のリンクウェブパーツ、ここに関しては、外部サイトの URL、外部ドメインの URL だと、クリックすると、えっと、別タブで表示されるんですね。ちょっと上に、えっと、この動画だと上にタブが表示されてないから分かんなかったかよいしょ。はい。えっと、この状態で、ここにタブがあります。 で下のこのリンクウェブパーツ外部ドメインなのでクリックすると別タブとして立ち上がりますとただここのテキストウェブパーツ内のリンクに関してはクリックするとはい同タブ遷移になっちゃうんですねこの挙動の差っていうのはなんかちょっとやっぱ気持ち悪いっていうところもあって じゃあテキストウェブパーツの方のリンクもえ外部サイトなので別タブにしたいなって思います。本当は最初からそうなってればいいんですけどね、ならないので,で。そういう場合どうしたらいいかっていうと意外と知られてないのが一回設定したリンクのこう変設定を変更したい場合っていうのはえまあこうやって選択してもいいしこの間にこう カーソルを当ててもいいんですけどそうするとまたここのリンクのアイコンの色がこう変わると思うんですね変わりました下ここをクリックしますとそうすると設定のダイアログが出てくるのでここでこの新しいタブでリンクを開くをクリックして保存をするとこうすることによってテキストリンクの方も別タブで表示されますよっていうようなそういう流れになっていますと ぐらいかなうん。っていうことでテキストウェブパーツ内にリンクを貼る方法がまあマウスでポチポチやんなくてもカッコカッコってやることによって追加できる機能がいつかいつだか分かんないですいつかだかこう増えたよっていうお話でしたと次はいマイクロソフトチームズの 設定の会議の診断のため、ログの記録を有効にするって何っていうところなんですけども、これも本当に何なんですけど、はい。Teams の設定ですね。この中、えー、とつい最近、新しい会議エクスペリエンスの機能が追加されたときに、 ここの項目をチェ,ックしないとチェックして再起動しないと使えないっていうブログも書いたんですけどもその時にはこれがこのアプリケーションっていうカテゴリーの一番下だったので一番下をチェックつけてっていうふうにやったけど2週間前ぐらいかな急にチェックしようと思ったらあれなんか違うぞっていうふうになってでよく見るとこのここですね会議の診断のためログの記録を有効にする。 っていうチェック項目が追加されてたのに気がついたんですね。で、これだけ見ると、ちょっともう、ふわっとしすぎて、何の話だかよくわかんないなと思ったんですね。んでもまあ別にいいやと思って、チェックも何もしないで放置してたんだけど、まあいろんな人から気になるって話があったので、これを僕はマイクロソフトのサポートの人に問い合わせて聞いてみたよっていうのが、えー、この記事の中になっています。 で、えー、結果的には、サポートの人もよくわかんねえっていう感じの話でしたと。で、まあ、一応、新しい会議エクスペリエンスで問題が発生した場合に、ログを取得する機能であるっていうのはし、あの、知見としてあるということです。でただ、オンにしたとこで、特に何も変わんないし、機能も追加されないと。で、あと、このログがどこに保存されてるっていうところも、 サポートででは不明だというところですねなので、えー、規定で今無効になっているので、別に有効しなくても差し支えないですよということですね。で、えー、その公開情報がサポートの人たちでも見つけられないということなので、Teams の開発部門の人にフィードバックをしてますよという話になっています。なので、うん、まあ、ね。で ちょっと腑に落ちないというか、もやもやっとするところがあるかもしれないんだけど、まあまあそういうもんなんで、えー、とりあえずチェックつけなければいいし、まあ、つけたところで特に問題ないですよっていうところで、えー、まあ緩い気持ちでいいんじゃないかなと僕は思いましたと。次、はい。Power Apps。PowerPoint のような操作で簡単にノーコードでアプリが作成できますよ。 という誘惑という、ちょっと、昨日よりじゃなくて、毛色が違った話をここではしています。これに関しては、うんと、まあ、一言でパワーアップスを説明をするとき、どうやって説明したらいいですかっていう僕の問いかけ、問いかけですね。答えじゃないです。問いかけになっています。なので、えー、まあ、見ていただければ、読んでいただければとは思うんですけども、うん あの僕が別に正解書いてるわけじゃなくもしかしたら間違ってるかもしれないしいやそれ違うんじゃないのって思われるかもしれないですでも別にそれは僕はもういいと思って書きましたあのみんなにも考えていただいてあわよくばそれを例えば SNS とか、まあ、ブログとかで「僕はこういう考え私はこういう考え」って言ってくれれば僕はそれを見てあこういう考え方もあんだなってこう 発信してフィードバックというか自分にも返ってくるみたいなあわよくばっていう気持ちもあって書いてみました。なので、えー、ここ興味ある方いたら、えー、読んでいただければと思います。ということで今週はこれで終わりですね。はい。で、えー、最近の、まあ、注目する機能とか、えー、アップデートの内容っていうところでは まあやっぱりマイクロソフトリストなんですけど、まあ、まだ僕のテナントにアイコン出てきてないので、えー、ちょっと紹介できないっていうところが残念かなっていうところですね。であとは、Teams でこの設定画面のこの通知のところですね。ここが、えー、と使いやすくなりますよっていうアナウンスがありました。来週かな再来週かなわかんないですけど、ここの画面が急に変わるかもしれないので、 えまあ楽しみですねっていうのも結構通知こんだけたくさん設定項目あって結構なんだかよく分かんなかったりとかするんですよね。僕は結構こうカスタマイズしちゃってるんですけども Teams で通知うざいなって思う人はここ本当見直すと急になんかもう,こう生産性が逆に上がるあの通知で気になんないとかっていうところもあったりとかするのでここ本当見直すといいと思うし えー、ここが分かりづらいってなったら、えー、そのあ近々新しくなるっていう話なので、新しくなった後に設定を変えてみるっていうのも、えー、いいのかなと思います。まあ、あとはあれですね、えー、アナウンスがあったのが、このオンライン会議の入る直前の画面のところの UI が変わりますよって話でしたね。えー、っと 今例えばセットアップオーディオとかカメラのセットアップってこっからこうやってやるんですけどここがなんかた多分ここら辺にこう出てきてでしかもなんかどっちだっけな忘れちゃったけどこう音量とか調節できたりここにこうインジケーターが出てきて、えー、バーって喋るとそれがこうなるとかだったのかな,なんかそんな感じで、まあ、より使いやすく入る前の設定が。 確認できるっていうふうにこうなってくるらしいので、まあ、これも一つ、えー、楽しみなところなのかなとは思いますと。と、はい、いうところぐらいかな。ああ、あと強いて言えば、シェアポイントの列、画像の列ですね、画像列。ここが今は URL。 しか指定できないんだけど、えー、とここからファイルをアップロードしたりもできますよっていうアナウンスがあったんですね。1、2週間前。もう毎日僕チェックしてるんですけど、まだ、えー、僕のテナントには反映されてないですけど、まあ、それちょっと楽しみかな。どういう挙動をするのかなとか、えー、ここからアップロードすると、どこにファ,イルがファイルが保存されるのかとか、そういうとこも気になったりします。っていう感じですね。 えー、ということで、今週お送りしました。えー、また来週の金曜あたりに、えー、収録して配信できればと思っています。ということで、また来週会いましょう。では